スラスランは、カンボジアのアンコール遺跡にある、東バライの南、バンテアイクデーの東側に位置するバライである、王の木浴地とも称される。当初は、ラージェンドラ・バルマン2世の海峡史コビンドレ・アリマタナの指導により、10世紀中頃に掘られた。その後、1200年頃、ジャヤ・バルマン7世によって変更され、またその西側には、ラテライトの桟橋が付け加えられたが、 それはおそらく東バライが堆積物に埋まり、機能しなくなり始めていたことによる。フランスの考古学調査では、近くに大規模なネクロポリスが発見された。現在のスラスランは、東西700メートル、南北300メートルで、今もなお一部は氾濫する。他のバライと同様、規定部の検証によって示唆されるように、おそらく寺院がその真ん中にある人工島の上に立っていた。 サガンで成形されたラテライトの桟橋が、バンテアエクデーの入り口の向かいにあり、日の出を見るための人気の場所でもある。そこは十字型になり、両側にあるナーガの欄干の橋には、三つの頭を持たげたナーガに翼を広げたガルーダが乗った彫刻がある。水辺へと降りられる階段は、両側を二体のライオンによって守られている。ありがとうございます。